この手で守ってみせる。良い武器、良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。毎通り。また来てください。良い武器は良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。異常ありません。忙しい忙しい。なんと。雪村様、いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。雪村さん、いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。
よりじゃ。それはいい。それはいい。貫き通すは我が信念。サラダの戦、共に示そう。何か有用なものが。
また強くなったな。良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運を。次の出陣は貫き。お前は心のサラダの戦共に示そう。何か有用なものがあるかもしれない。
田の戦、これに見よ。これで少しは楽になるか。はい、燃えよ魂。また強くなった。雪村様、
する。この手で守ってみせる。稲も続きます。これより我らは徳川殿にお味方する。まずは徳川軍と合流するぞ。真田が北条と戦おうとしている。どういうつもりだ正幸。真田が、これは罠。いいえ、とにかく今は戦いに集中しないと。徳川軍との合流承知しました。ではまず目の前の敵を蹴散らさねば。はい、旗持ち兵の支援で敵は士気旺盛ですな。出る様子はございませぬ。徳川の捨て身の攻撃に臆したようだな。数では未だ優勢を保っている。真田は徳川殿にお味方いたす。今はそれでよろしかろう。詳しい話は後ほど。確かに詮索しておる痛まはない。真田と共に北条を討つ。攻めかかれ。開門。真田を信用してよいのだろうか。あなたはどう思います？戦う。何があろうと殿をお守りすればよい。真田の巨衆など取るに足らぬこと。
本当に引き込んだ。こたびの変身、父上の考えが余計わからなくなりました。王将だ、徳川をこそ頼む。父上はそうお考えになったか。いや、戦救援コン、私は無駄なく、この程度で手はあげません。それで少しは楽になるな。行くぞ。感謝いたします。やはり、ウヌこそ混沌。開門！いな、偉人とてこう焦ってはならぬ。殿の勝利がため、我らは力を尽くせばよい。はい、父上、肝に銘じます。真田が徳川と組んで、王城を裏切った！許さねえ。てめえらには地獄すらぬるいわ。恩人を奪われては元も子もない。敵を近づけさせるわけにはいかん。私も出ます。カイと連携し、真田の本陣を目指します。開門！父上、真田本陣が狙われております。ここは通さるぞ。無事です。これより反撃いたします。あとは私に。敵将撃ち取ったり。行くぞ。引き締めそう。なんという強さよ。体の戦、敵将撃ち取ったり。本陣が抑えられた。これで少しは有利になるといいのだけれど。お見せしよう。隙にはさせん。お主、猛烈に虫が好かん。ここで撃っておかねばならぬ気がする。迷惑な思い込みですね。今更シナノは北条に渡せないなんて言う気なの？そもそもシナノを差し出した覚えはない。我々にそんな権限はありませんか。抜け抜けとお父上にそっくりね。そうですか。タイもシナノも北条のもの。徳川などに渡してなるものか。怪我さずに済んでよかった。時には引いてみせねばならん。開門！敵本陣は近い。急ぎ攻め落とすぞ。拉致者、イナが成敗いたしました。なんという無様な。敵将撃ち取ったり。あとは私に。
しは楽になる。行くぞ。誰に似たのか。あり得る。見事よな。敵将、討ち取ったり。真田め、許せぬ。父上のご恩情をこうまで裏切るとは。巧妙となってもらおう。ボラだ。少しは楽になるか。勝てたか。これもお主のおかげよな、正幸殿。恐れ入る。家康殿のお力になれたのなら何より。正幸殿、お味方痛み入る。何の信濃を託せるのは家康殿のみと見込めばこそ。どうか信濃の国衆をお導きくだされ。過分なお言葉を恐れ入るが、ご信頼には応えられるよう相努めましょうぞ。さて、早速で申し訳ないが、無心したいことがございましてな。ほう、正幸殿のこたびのお働きには何をもって報いればよろしいかな。城を一つ建てていただきたい。城？欲が過ぎては身を滅ぼそうぞ。忠勝、上杉への抑えとなる城でございます。上田の地に堅固な城があれば、我ら真田、上杉より徳川殿をお守りする盾となって働けましょう。よかろう。手配いたす。ありがたき幸せに存じます。戦場での寝返りなど、物の譜としてあまり褒められた行いではないのではありませんか。お言葉ごもっともですが、我らがお味方せねば、徳川殿は窮地に立たされていたのでは。その通りです。だからこそ愉快ではありません。ご無礼を申しました。失礼します。兄上、今の方は確か本田忠勝殿のご息女の。そう、稲殿だ。卑怯な振る舞いだと叱られていた。それは返す言葉もありません。雪村。兄上、我らはこれで上杉も北条も信濃から追い出された。は、はい、それは確かに。それが父上の狙いであったとしたら、次は。おのれ、真田正幸。いくら氏政様がお人よしで普通の人間だからって。これもまた乱世の習いか。ところで甲斐、今何と申した。こ
このままじゃ怒りが収まりません。藤政様、真田に鉄拳制裁を。これでまた真田を攻めても相手の思うツボのような気がする。え、どういうことですか姫様。はっきりしたことは言えないのだけど、こんな時お父様ならどうなさるかしら。父上なら関東の秩序を乱す者は許しておかぬはず。やはり心を鬼にして真田を討伐せねばなりますまい。はい、藤政様、やってやりましょう。己の道を行くだけだ。勝ってやるぜ。このままでは織田家が猿に乗っ取られる。家康、その力を世のために使うがよい。承知つかまつった。力を尽くしましょう。よくぞ申した。頼みとするぞ。信長公の次男とはいえ、いささか頼むに足らぬ方と見えますが、織田の復権のために戦うわけではない。我が大望のため、秀吉殿は避けては通れぬ相手。御意。甲斐信濃があらかた片付いた今が好機であろう。無論たやすく勝てる相手では。織田の残党を担ぎ上げ、秀吉様に逆らうなど、徳川家康とは身の程知らずですな。家康殿にも天下にかける思いがあるじゃろう。どっちも譲れんのならぶつかるしかない。家康殿は名打ての戦上手、こりゃ心してかからんといかんぞ。はっ、秀吉様の天下。家康殿は小牧山をがっちり固めとる。別動隊で敵の攻防を脅かして揺さぶるか。そのために三河へ攻め入るのですね。お指揮お任せくだされ。
秀次様の補佐は私にお任せを。夜明けまでが勝負、急ぎますぞ。別動隊を蹴取られちゃならん。敵の正面で暴れて目をそらすんじゃ。小畑城で家康を見たって兵が噂してるぜ。あの野郎、小牧山にいるんじゃねえのか。家康がわざわざ自ら最前線に出るだと。何か狙いがあると見るべきだ。なんだよ、家康なんざいねえじゃねえか。タヌキでも見間違えたかな。誤りであればよいが、すでに移動した後だとすれば。どっかの地獄だ。この守りが固い。どこに進めば蹴取られる。味方が注意を引いてくれればよいのだ。急げ。なんで夜中にコソコソしてんだ俺ら。家康なんか正面からぶっ飛ばしてやるのによ。共に当たれば被害が増えるだろう。これは膠着状態を打開する秀吉様の策だ。わかんねえ。あ、川に入ったら切れ暴れてやる。小畑城に敵だと。急ぎ救援に向かうぞ。開門。もっと敵の注意を引きつけるんじゃ。開門。敵目を果たす。お、敵が続々と小畑城に集まってくるぜ。秀吉の狙い通りだ。とくと見よ。こんなものか。勝負にならん。この程度でこれを止められると思うな。開門。行くぞ。かような三河の奥深くにまで敵が。何としても食い止めるのじゃ。下がり損ないが。
より大事なものなんてないでしょ。少し心もとないが、これなら早く走れる。なんて逃げ足の速い大将だよ。奇襲に感づき備えをしていたならば、家康の本体も間もなく現れよう。秀吉様を手玉に取ったというのか。徳川家康、油断ならぬ相手だ。せな、狙うは羽柴秀次、いかより生かしては返さぬ。忠勝の足止めか。こうはでかいだろうが、なかなか難儀だ。秀次を逃すな。一気に畳みかけよ。家康殿、してやられたい。まずは秀次の撤退を済ませてから反撃じゃ。徳川の陣に忍びを放て。浜松城が落ちたと噂を流すのだ。情けなし、敵の技法に踊らされるか。ありがたい、これで少しは守りやすくなった。開門。まだついたずら、どけ。作戦に失敗し、おめ逃げ帰るなどと。かくなる上は、差し違えても家康の首を。すねおき、バカな、死ぬ気か。戦争だけにもお任せしてよろしいんですか、家康様。俺も。お主の出番は今少し後よ。今は忠勝に任せておけばよい。まず秀次を三河から追い払う。秀吉殿との決着はそれからじゃ。いかんぞ常置、償いを望むなら生きてわしに尽くしてくれ。違いでござった。秀次様を必ずお守りし、退却いたします。これで終わりだ。ようやっと着いた。よく頑張ったね、秀次。えらいえらい。深く秀次を取り逃がすとは、忠勝も情けない。いな、半蔵、手助けに向かうがよい。それは、はい、承知いたしました。開門。とくと見よ。おお、小牧山が動いたな。この機会を逃してないぞ。構成を後期と見抜く嗅覚はさすが。ゴールドでは家康とは戦えないのだろうな。いかん、信雄様を狙われた。全軍突撃、敵を小牧山に向かわせるな。承知いたしました。最善を尽くし、秀吉を討ち取ってまいります。
また一つ。始末。覚悟。本田忠勝が娘、ヒナ。いざ尋常に勝負。下がれ。家臣方への迷惑となる。下せば家康殿の大義名分はなくなる。家康殿に一泡吹かせちゃるで。家康は何をしておる。世を守れ。守らぬか。いかん。皆の者、信勝様を守りせよ。行くぞ。セラ、下がり損ないが。消えてなくなれ。いいぞ、そのまま走り続けろ。この行き違い、この猿、信勝様にご恩はあっても恨みはござらぬぞ。おう、無論よとて同じこと。猿、いや、秀吉殿、和睦といたそうぞ。この辺で手打ちといかんか、家康殿。天下太平のためわしに力を貸してほしいんじゃ。秀吉殿の手で太平はならぬと見定めれば、再び敵となるやもしれませんぞ。無礼な。もちろんじゃ。わしが道を誤るようなことがあったら遠慮なく正してくれて、むしろ頼む。秀吉様。わかり申した。天下太平のため力を尽くしまする。そうか、それは心強い。いやー、ありがたいことじゃ。徳川家康、そこの知らぬ男だ。こやつが本心から秀吉様に仕